ロバート・ノックスロバート・ノックスはイギリスの医師、自然科学者、旅行家である。彼はエディンバラで起きたバークとヘア連続殺人事件に解剖用の死体の供給を受けた側として関わったことで知られている。また彼の著作による人類学は今日の目で見ると人種差別に満ち溢れている。これらは彼のお点と評価されている。エディンバラで博物教師の 第8子として生まれる。エディンバラ王立高等学校で学んだ後、1810年に医学校に入った。在学中唯一記録に残っているのは、解剖の試験に落第したことである。しかし、合格するために努力し、再試験には合格した。1814年に医学校を修了し、軍医保として陸軍に入隊し、ロンドンのセイバーソロミュー病院で1年働いた。 ブラッセル病院での陸軍勤務の際に、外科手術の技術を高めるためには、系統的な解剖学習が必要であると悟り、解剖に熱意を燃やすようになった。1817年4月に第72次、高知連帯兵に参加し、1820年4月まで、希望未へ航海した。1820年のクリスマスに、イギリスに戻ったが、翌年10月にはフランスへ渡り、 一年間解剖を学んだ。その時にジョルジュ・キュビエとエティエンヌ・ジョフロワ・サン・ティレールに出会い、その後一生この二人を英雄として仰ぎ続けることになる。1822年のクリスマスにエディンバラに戻り、翌年王立スコットランド学術会議員に選ばれた。この間に動物学についての論文を発表し、一定の評価を受けた。その後、 エディンバラ王立外科学校に比較解剖の展示館を作ることを提案して受理され、8ヶ月の後にはその長となった。1826年から40年までノックスはエディンバラの外科医広場で私立の解剖学校を運営したが、この学校は他の同種の学校をしのぐ多数の学生を集めることとなった。老人や役人について毒舌を振るい、 宗教を風刺するノックスの講義に学生たちは喜んだが彼の大陸風な講義は品がないとみなされてもいた。米国の鳥類の鉱読者を探しにエディンバラを訪れたジョン・ジェームズ・オーディボンが解剖室を案内された時このように記している。上っ張りを羽織り指は地にまみれその光景はとても是認できるものではなく多くは想像の限りを遥かに超越していた。 死体安置所を離れ、街中の健康的な空気を吸いに戻れたことは、光栄である。1815年に、イギリスの王立学校は、医学課程で、解剖の試験の拡大を義務とした。当時、英国内で解剖が許可されていたのは、犯罪者の死体のみであり、この課程改革に伴い検体等その他の手段で、解剖用死体を入手することが合法となることが、 期待されたが、そうはならなかった。死体調達人は長きにわたり、貧困者不老者の死体を解剖用に供給していた。ノックスの学校が成功したことにより、死体の需要は増加した。フランス流として知られている方法を取るなら、学生一人にほぼ一体の解剖用死体が必要であった。1827年に、借金のある棚子が死んだ時、 ウィリアム・ヘアはこの死体を解剖用として、ノックスの学校に提供し、7ポンド10シリングを支払われた。17回の取引の後、後に、バークとヘア連続殺人事件として知られる殺人事件が発覚した。この結果、1828年11月2日に、バークとヘアは拘束された。バーク、ヘアとノックスが関わった連続殺人を題材とする歌や広告、 新聞記事などが流通し、市外は恐怖に震えた。この事件の直後、王立エディンバラ外科学校はノックスを追放しようとした。1831年6月には彼は自分の創立した展示館の長を追われた。それ以降ノックスは1856年まで出版や公演で生計を立てた。主たる著作は人類の人種及びその改訂版。 偉大なる絵描きと偉大なる解剖学者、美術解剖手順書、人類、その構成と整理などである。1856年には、ブロンプトンのロンドン岩病院の医師となった。6年間そこで働いた後、1862年12月20日に死去して、サリーのワーキングにあるブルークウッド墓地に埋葬された。著作の中で、 当時の三名の著名な自然視野の自然観を総合した。カビアワからは時の中での重要な時期、トータの事実と聖書の記載の不備の概念を受け継いだ。ストリート・イーレアとブレーンビルからは生物の空間的系統的理解を取り入れた。能力があるならば、すべての生き物は表の中の正しい位置に並べることができ、結合、部分の統合と保障の 各規則に基づき解剖と内臓組織の優美な異を内外から説明できる。ゲーテはノックス流自然観察に重要な追加をした。ゲーテは何か生き物には何か超越した構造があり、天才ならばそれがわかると考えた。自然史学者がこの正しい順序で注意深く観察すれば、今はわかっていないが、美しく形の完備の中に内在する構造が、 わかるのである。ノックスは、創造的な動物の存在の探索言い換えれば、一義的に族もしくはかに関連した遺伝的形質の探索に傾倒したと記した。この論法で彼は族の段階での確立した順序づけを主張でき、種を無視することができた。人類は族であり、種ではなかった。人種の根本的な規則の記載を仕事と考えた。その上、 人種を種として考えた。ノックは出身国により人種が亜種に細分されるとし、イングランド系アングロサクソンが最も優れていると考えていた。ありがとうございます。